皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。本日2本目です。豪華2本立て。豪華か、本当に豪華じゃないかもしれない。でもサザエさんの3本立てには負けてます。はい、という今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サクシューマッハじゃなくてサクジュリアよ。はい、サクジュリアでございます。はい、ということで1時間前の続きになります。ダートレーシングシリーズ、今日は告知、こちらからね、しっかりと走って、今日中に、秋まで行きたいと思います。よろしくお願いします。それではダートレーシングシリーズエキシビジョン参加行きましょう。ではここに、目的地に合わせて、走っていく感じになります。はい、で私サクジェイ、このサクジュリアのサクジェイ39サクということで、こちらのフォードフォーカスに乗って、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。はい、ということで皆さんどうですか。グラフィック完璧でしょ、美しいでしょ、綺麗でしょ。はい、ということでそれだけでございます。なんかもうほんとね、最近ね、もうトークの独り言がうるさすぎて、なんかもうクレーム来るんじゃないかっていうぐらいもううるさいから、もう俺最近もうなんかずっと喋ってるよ。もうずっと喋って、もう最近さ、もうプライベートで喋ることがないから、もうずっとこういうゲームの時にしか喋ってないから、俺もう普通に本当にもうゲームの収録終わった瞬間、俺寡黙な人になってるからね。本当に寡黙で、俺もう本当誰とも喋ってないよ。本当にもうテレビに向かって独り言すら言ってないからね。俺本当独り言言わない、独り言独り言言う、みんな本当独り言僕かなり言うよ。さっきと言ってること違うじゃねえかと思うよね。うん、言わない時と言う時の差が激しいよ。はい、でも本当にね、僕は寡黙な人なんです。もうこう見えてめっちゃ喋る人じゃんと思うでしょ。実はね、配信の録画停止ボタンをパチッと押した瞬間に、もう俺すごい、もう絶妙な沈黙だよ。俺もう考える人みたいな感じで、俺ずっとポーズ撮ってるから、俺ずっとパソコンの前でみたいな感じで、もうそっから無言でずっと無言ティーノ。はい、ではそんなそういうことはもうそろそろ置いといて、まあ、ぼちぼちちゃんと車のこと喋らないと怒られそうになるからね。車のこと喋っていきましょう。はい、そして、フォルツァホライゾン4に関して、まあ、いろいろとね、有識者の方からいろいろ教えていただいて、本当にね、ありがとうございます。いろいろと勉強してますんで、またわからないことがあったらお聞きするかもしれません。よろしくお願いいたします。それではダートレーシングでサクアレックスに会いに行きましょう。1レースの最高衝突回数とかやめて、恥ずかしいから。もうお気に入りのラジオ局、俺ラジオなしだよ。はい、すいませんね。Our friend over there will get you set up with some new tires. Come and see me after the race if you need anything else.Ah, it's you. I heard about the stunts you pulled for Joel. You know how to drive, don't you? Sorry, I'm Alex. I run dirt racing for the festival. Speaking of which, you'll need a car that can handle the dirt. サクアレックス、コンタクトにしてヒゲ剃った?はい、ということで、ごめんなさいね。フォードフォーカス乗ってから、これはごめんなさい。インプ乗らして。これ、ここはインプで行かしても、俺もこのダブル RX 一択で行きたいから、これラリーは。The Subaru. That flat four boxer engine is an absolute beast, I'm telling you. はい、結構ね、スバリストの方も多いんで、やっぱりね、私はそういった方のために、このスバリストのために、スバリストの皆様のために走りたい。さあ、行こう。さあ、始まりましたね。WRX で、しっかりと走っていきたいと思います。サクジュリア、かっこいいぞ。いや、かわいいぞ、サクジュリア。さあ、ドアが開いて、これなんか装備品とか外したらエンジンの中も見れるそうですね。ボンネットが開いたりとか、いろいろそういったギミックが、ギミックというか、そういったのが用意されてるみたいですね。はい、では早速走っていきましょう。ダブル RX でインプレストで走りたいと思います。 Okay, first race coming right up. You go and enjoy yourself out there.さあ、この辺りもね、しっかりと昔やり込んでますから、この辺りも楽しんでいきたいと思います。はい、なぜやり込んでるか、はい、さっきのパートでも言ったけど5回ぐらい俺やり直してるからね。はいはい、でもちょっとなんかね、難しくなってるような気がちょっとしなくてもないよね。うん、でも、頑張って走っていきましょう。上位を目指してね、走っていきたいと思います。よし、 OK。 でもね、ほんとね、これは景色に見とれてしまうゲームですよ、本当に。お、危ない危ない、これチェックポイント3つかなんか気をつけて。本当にね、景色に見とれる。もうそしてこの砂ぼこりの付き方とかがもう本当にね、リアルさ満点というか、もうなんというか本当にね、かっこいいですよ。はい、
よし、OK。あ、こういうのも気をつけてね。こういうのもドリフトで綺麗に曲がれたらいいんだけど、やっぱり、僕はもともとそこまでね、今回初めて、フォルツァデビューした、未熟な人間ですから、フォルツァ勢のね、もともとのフォルツァ勢の方は、多分非常に、うまいんだろうなと思いますね。右のリア、いつぶつけたこれ。いつぶつけたこの右のリア。しっかりと、ちょっと運転しろよ、ジュリア。頼むぞ、ジュリア。OK。よし、ジュリア。可愛いから許すわ。これをサクレオナルドだったら怒ってるぞ俺。おいサクレオナルド何やってんだよってサクジュリアはもう可愛いから何言われてもいいわ。よし OK で、これで3周勝負ですから、ラリーは全て3周勝負になってましたからね、前回ね。そしてなんかスーパーカーレースみたいなのあったよね。なんかいろんな、なんか夜走るレースもあったと思うんで、今日はもうそこまで行って、とにかく秋まで行ってもう終わらすというのが、目標ですからね。しっかり遊んでいきましょう。よし OK。そして明日以降が楽しみですね、ポールさん。本当に楽しみ。これはやばい。よし、OK。この順位、4位以上に全然上がれないっていうのもまた、もうリアルな感じするよね、これ。本当ね。よし、OK。インプの力を舐めるなよ。ちょっとお前ら4人、おい。インプの力を。インプレッサの力舐めんじゃねえぞ。OK、よし。よっしゃ、OK。ダブルアレックスの力舐めんじゃねえぞ。おい、てめえ、この野郎、よっしゃ。だいぶ口悪いな、サクジュリア、おい。サクジュリア、可愛いくせに口悪いな。本当に、おい、何やってんだこのてめえこの野郎とか言ってんだろうな。よし、OK、いいぞいいぞ、クリーンレーシングだ。どこがクリーンレースだよこれ。よし、OK、いいぞいいぞ、サクジュリア、このまま、あ、ちょっと待って、おー、ちょっと、サクジュリア、ちょっと今、ちょっとだいぶムチ打ちになる今。おいおい、サクジュリア、今のはちょっとやっちゃったな。今のは完全にやっちゃったな、あれ。あれは仕方がないな。ジャンプに失敗するという、こんな前代未聞のことが起きると思わなかったわ。よし、OK。でも、まあまあ、いい。いいんです、いいんです。ここでまた怒涛の追い抜きを。ここで一気にまた抜くよ。一気に順位上げてみせるわ。それがサクジュリアよ。OK。よしよし、邪魔だ、邪魔だ。邪魔だ、邪魔だ。OK。いいぞ、いいぞ、いい感じ。OK。完璧、完璧。さあ、また同じパターンになってよ。同じパターンになってよ。次のコーナーで、一気に、さあ、縮めろよ。OK。よし、いい感じだ。もう、クリーンレースじゃなくてもいい。とにかく、OK、いいんじゃないか。おい、もう一回言うぞ、もう一回言うぞ。スバリストなめんなよ。スバリストというか、スバルはダブル RX をなめんじゃねえぞ。よし、OK、よし、いい感じだ。さあ、いいぞ、いいぞ。よし、もう一回言え。サクジュリア、もう一回言え。おい、何やってんだ、てめえ、この野郎。OK、そんな感じよ。OK、素晴らしいじゃないか。頑張ったぞ、サクジュリア。OK、ありがとう。今日は、いいフォアグラを食べさせてやるぞ。OK、よし、OK、フィニッシュライン完璧なの。よし、見たか、君たち。よし、OK、終了。柵の部屋終了、ありがとうございます。はい、ということでどんどんね。 First race in the bag. How do you feel? Dirty. Brilliant. そりゃ超最高でしょ、そりゃ。はい、ということで後ろにね、拍手してくれてるね、2位と3位がね。はい、ありがとうございます。スバル最強、ダブル RX 最高、インプ最高。 OK、 ありがとうございます。 I think you could go far in my dirt racing seriesPerform like that again and you may just make it into round 2. これだっけ、このラウンド2だっけ、なんか戦うやつね。多分そうだよね。スーパーカーいっぱい走ってるやつ。Looks like you've nearly qualified for the autumn season. And remember, the more driving you do, the more you'll build your influence. Hey, Julia. Fancy winning a prize? Here, have a wheel spin. わ、これなんか勝手に回ったの、これ。これはみんな1万5000円以外いろいろもらえたりするの？ Hey, I'm hearing good things about you. Oh, sorry, my name's Jay. I might have something that'll interest you. There's a street race meetup and I think you should check it out. See you there? 今ね、右上に7715影響ポイントを獲得すればホライゾン秋シーズンに出場可能ということで、多分これなんでしょうね。もしビリとか取っちゃったら、ここまでの影響ポイントをくれないから、何回も何回もやらないといけないということになるのか、一応。そういうことか。じゃあ、ここで今1万5000クレジットをゲットしたから、多分 OK ということなんでしょうね。はい。では、そこまで行って、今日は、秋シーズンに行ってね、終わりたいと思いますよ。OK。やっぱいいね。これ、インプレッサーいいよね、これ。さあ、ここはちょっと、この目線で行ってみようか。はい。でもね、ちょっとね、やっぱりハンコンでやりたいね、やっぱここはね。こういう風に勾配があると、やっぱりね、見えない時が多い。うん。さあ、でもね、なんか、こういう普通の一般道なのになんかアウトインアウトで走ってしまう癖がついてるね。あお、やばいやばい。ぶつけるとこだった。はい。
なんかさ、グランツーリスモもそうだし、プロジェクトカード2とかザ・クルーでもそうだけど、ハンコン使ってる方は分かると思いますけど、ハンコンを使って、ハンコンでやり込んでたら、プライベートで、おーい、プライベートで、車乗った時に、なんかちょっとやばい感覚になりません？やばい感覚。なんかハンコンみたいな感覚になって、なんか攻めそうになりません？車運転してたら。なんか非常に俺そういうのあるんですよ。なんか非常にね、怖いですよ。なんかやりたくなるんですよ、なんか。うん。あれはね、危ない。ほんと、ハンコンで、結構ね、サーキットとか走りまくったり、なんかザ・クルーみたいな行動でかっ飛ばしたりしすぎると、なんか結構ね、結構あれですよ、実車でも危ないことになるから。うん。よし、OK。そろそろ到着するよね。そろそろ到着して、この事故よ。あの事故もね、完全な出会い頭で、もう交通事故、もう自動車教習所のもう免許の何教科書に出てくるような事故だったね、また。はい。よし、OK。ぼちぼちですね。ぼちぼち行って、ここでスーパーカーレースしたら多分、秋になっちゃうから、これで終わりよ。OK。いいでしょう。さあ、見せてくれよ、サクジュリア。君の美しい美貌と、そして美しい走りを見せてくれ、ジュリア。かわいいぞ、ジュリア。気に入ったぞ、ジュリア。なんか言うんだ、サク。はい、オッケー。オッケー。まあいいや、そんな感じでやっていきます。あ、トランクが開いてる。開いてたっけ、トランクって前。いや、覚えてないな。ごめん、覚えてないですね。サクジュリア、靴がかわいい、スニーカー。ヒールとか、履けないのかな、これ。めっちゃありえない服装にしてなんか運転させたい。 You ready? Ready? Let's do this! Oh, it's you! You made it! I'm Jay, by the way. Alex wouldn't shut up about you, you know. If you drive half as well as he says you can, these guys will love you. Oh, before we start, you've got to know this isn't strictly sanctioned by the festival.So don't mention this to Kira, all right? I gotta go. Work to do. See you around though, yeah? These might not be official, but you keep coming to these meets. I'll make sure everyone at Horizon knows your name. やばいね。ちょっと後ろに黄色のウラカン、ウラカンじゃない。あ、ウラカンだわ。ウラカンいるしさ、R35めっちゃかっこよかったな。さあやっていこうじゃありませんか。このスーパーカー軍団のところにこのスバル WRX がしっかりと走っていきますよ。 OK。 まずはね、後ろにウラカン黄色がいたけども、まずは俺の目にはあの R35 しか見えてない。あの R35 にちょっとでも近づきたいから俺行くわ。よし、 OK。 おっと、結局ウラカンが俺に接近してきた。ウラカンボコボコになってる。ウラカンボコボコだな今。もうランボルギーニの社長が見たら泣くぞ。もうアウトモビリランボルギーニ社が見たら泣くぞ、その裏感。大丈夫か？あー、ちょっと待って、ここ結構難しいよね。俺、ここが一番ね、実は一番苦手なんですよ。ダートよりも。ここのイベントがね、一番難しい、個人的に。なんでだろうね。俺なんかこういうのすごい苦手ですね。さあ、OK。でもね、多分追いつくと思います。サクジュリアは何でもできるから。もうなんか基本的に、この、僕のゲームに登場するキャラクターはもう何でもできるという設定だからね。サクシューマハジュニアとサクシューマハ以外はね。あの二人は最終コーナーで大体やられるからね。メンタル弱いからさ。サクレオナルドは何でもできるよ。うん。あいつはね、金持ちだしね。なんとか一応イケメンだからさ。何でもできるけど。でもサクジュリアも一応美女だからさ。何でもできるよ。はい。よし、オッケー。さあ、オッケー。追いついた。さあ、ここで、俺はあの R35 が、かっこいい、一番、この中で。自分の車を覗いてね。この WRX を覗いてよ。オッケー。ウラカもかっこいいけど、やっぱり R35 よ。よし、オッケー。こっから。行きます。私は行きます。チェックポイントもしっかり通る。オッケー。ごめんよ。おっと、これぶっかりぶっかり。今の危なかった。よし、オッケー。さあ、上位に上がった。おっと、ちょっと今、ドリフトなんかしなくていい。こんな、なんでこんなところでドリフトしようとするんだ、サクジュリア。おい、まだこういう風になるね。これ、ええとこ走ってんすよ、いつも。もう前も言ったけど、いいとこ走ってんすよ、いつもこいつら。AI たちは。よし、オッケー。さあ、僕の AI もどっか走って、なんかなんだこの AI はと思われてるんだろうな。はい、ドリフトすることはないよ。よし、R35も行った、OKOK。そしてサクジュリア、1位に立ったサクジュリア。サクジュリア頼むぞ、OK。さあ、いい感じだ、チェックポイント通るぞ。よし、素晴らしい。ゲーム進行状況 72%。おっと、また事故る、危ない。よし、いい感じ。このまま1位をキープしろ。大丈夫か？ブレーキ効かないぞ、大丈夫か？よし、ブレーキ効かねえの、OK。よし、後ろは？後ろ。お、いいね。R35 がいるわ、R35 が。お、ちょっとこっちか。やばい。これやっちゃった。あー、やっちゃった。
これはダメだ。こういう風になるんですよね。これはいいし、もうこれダメだな。こういうのはもうダメですね。あ、事故ってる事故ってる事故ってる今。よし、これは奇跡が起きるんじゃないか。奇跡が一発でいけるか。一発で秋にいけるか。どうだ、フィニッシュラインまであと少し。どうだ、いけ。オッケーオッケー。奇跡起こせ。どうだ、フィニッシュ。あー、でもダメだ。3位か。うわー、まあ、いいだろ。なんか、2台ぐらい事故ってたおかげでよかったね。くっそ、悔しいな、でも。めっちゃ悔しいな。1秒もさ、空いてないからさ、余計に悔しいわ、これ。オッケー、まあいい感じ。行きましょう。そう、なんかムカつくな、この1位のやつ。めっちゃムカつくな、この1位のやつ。なんかもう、あの踊りがムカつくな。出れるの、秋。これでいける？この影響っていう意味とか、あんまりちょっとね、まだ分かってないので、ちょっとまたググります。ネットで調べます。え、秋に行けないんじゃない？これ24,500いるんでしょ。 Hey, just to let you know, there's another round one dirt race starting soon if you fancy it. See you there. Oh, and me and Jay have just finished setting up a new danger sign. You should check it out if you fancy some thrills along the way. そうだそうだ、あと1個あったね。これで4,493取れば行けるんですよね。はい、じゃあここで行きましょうよ。そうだそうだ、まだあった。こういう風によし、行きましょう。レッツゴー。さあ、ボコボコの、皆さんどういう風にやります？このフォルツァホライズン。なんか、ボコボコで、なんか、外観はダメージなしみたいなのにするか、やっぱりダメージありにする方がいいか、まあ、どっちかですよね。私今迷ってんですよ。まあ、いきなりボコボコになったけど、どっちか迷ってんですよね。なんか、スクショとか、なんか、いろいろ写真撮るんですよ、僕結構。写真撮るときにさ、ボコボコだったらやっぱりちょっとひどいからさ、なんか、外観の傷をなしにしたいんですよ、本当は。でもなんか外観の傷をなしにするとさ、なんかリアリティに欠けるじゃん。なんかそれがね、ちょっと物足りないなっていうのもあるし、やっぱりこうボコボコになった方がさ、面白いじゃん。その面白いっていう言い方、そのいい意味だよ。なんか自分のミスでボコボコになっちゃって、あれすいませんみたいな感じで、なんか面白いじゃん、そっちの方が。だから個人的にはそうしたいんだけども、どんな風にするべきかなみたいな感じですよね。はい、飛びました。ここもね、243m 飛んだよ。はい、オッケー。危険ポイントね、危険ポイント。はい、で、ちょっと僕迷ってます。あれ迷ってますね、こっちですね。はい、ということで、合計ポイントが、あ、もうすぐシーズン券、出場券獲得ってなってるわ。オッケー、これで、あ、ちょっと待って、マップ見ながらやったら失敗、ごめん。これで多分大丈夫でしょう。ここで多分もう5位ぐらい取ったら多分大丈夫っぽいよ。よっしゃ、やっていこうぜ、皆さん。ここでしっかり走っていきましょう。このオープニングってカットできないのかな。カットできなさそうだね。はい、では走っていきたいと思います。ここで最後、仮に1位取って秋になりましょう。 OK、 レースイベント開始。よっしゃ、やっていきましょう。これ多分本日ラストになると思います。はい、本日ラストというか、多分体験版でデモで走った時も多分これが最後のレースだったはずなんですよ、デモでもね、だから多分これが終わると秋になるんじゃないのかなと個人的に思います。なので何ですか、これが終わって、まあ、解放されていくと思うんですよ、いろいろと。で、その解放されたものがどんな風に解放されたか、何がどう変わったかっていうのを最後に見て、まあ、今日は終わろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでしっかり走っていきましょう。なるべくね、クリーンなレースでいきたいけども、どうなるか分かりません。でもちゃんと走れてるでしょ。走れてると思いません？ちゃんと。はい、まあ、なんつったって5回やってるからね、これ5回やってますからね、合計この体験版ね、体験版でね。だからこの本編でも余裕です、これはね。はい、5回。魚釣りの時のなんか変なミミズみたいな餌も5回って言うよね、確か。あれよくさ、子供の時釣りする時よう触ってたけどさ、あれ大人になったら今もう絶対触れんわ、あれ。あんなの子供の時って普通にダンゴムシとかいっぱい触ってたけどさ、あんなの今無理だよね。触れる人いる？俺無理だわ、絶対無理。うわーとか言って叫び声は上げたりしないけど、ちょっとうわっ、おーおーおーみたいな感じには多分なると思うわ、あんなの。今魚
釣りとかも絶対無理だわ今。あ、魚釣りは好きなんですよ。誤解よ、誤解の話よ、誤解しないでね。誤解の話だから誤解しないでね。本当に誤解はもう触れないっていうことですよ。うん、はい、ということで、やっていきましょうか。もういつの間にか単位落ちてるけど、はい。これでも本当ね、いい感じですよ。もうこれで多分一発で秋に出れたら一番いいんだけど、ポイントが足らなかったらまた動画以外でやり直さないといけないからね。本当に24,500 ポイント、まあ1000何ポイントだから多分余裕で、あ、やばい、通った、チェックポイント、あ、通ってる、よかったよかった。あれね、本当にああいうの怖いからね、本当に。まあでもいいや、とにかく頑張って走っていこう。はい、で時間経過なんだけど、みんなどうするのかな。僕はリアルタイムにしたいんだけどね、時間経過はザ・クルーみたいに。ただあれはね、本当フォトとか撮りたいとき困るよね。まあ、天候変えれるとはいえ、やっぱりね、僕はなんかリアルな方がいいし、まあなんていうか。はい、では間もなくファイナルコーナー入って、ファイナルストレートに入っていきますが、この2位ぐらいはかわしたいな、せめて2位ぐらいで終わりたいな。そしてでも本当は1位がいいんですよ。1位取らないとまた変な踊りされるからさ。よし、 OK、 抜け、よしよしよし、 OK、 よーし来た、よし、とりあえず1位、じゃあ2位さあ、またヘンテコな踊りの前を見せられるのか、悔しいな。はい、まあでもスバルだからね、 WRX がまあ1位ということですね。うわ、なんかムカつくな、こいつもムカつくな、なんかもうこのなんかチェケラッチョみたいな、何この構え。はい、2位でゴールということで、一応ボーナスもあるから、まあとりあえずこれでお金というか いけるよね、秋出れるよね、残り1000何ぼ。え、無理、Good news is you've made the cut for the horizon. ああ、いけた、よかったよかった。Bad news, obviously, is that it doesn't start until autumn. You don't mind sticking around, do you? Hey, I owe you big time for helping me out earlier. Meet me here. I want to repay your favor. はい、ということで、ここからですね、ここから新しいですね、これ。お礼がしたいからって言って、今セール中、アンロックできるパーク。う？パーク？ドローンモードを探索に最適、訪問して購入、これは店か。じゃあちょっと今日ここに行って終わりましょう。ここに行ってどんな感じになるかっていうのを、まあ、見てみましょうか。でちなみにちょっと待ってね、これ一旦 BGM ラジオを切るわ。俺ラジオはいらないから本当に。よし、 OK。 さあ、ということで今からちょっと走っていくんだけども、あれがどういうあれなの、 家なのかな、なんかお店なのかな、なんかそのあたりがねよくわかんないんですけど。でフォルツァ、おお、ごめん、また事故ったね、これもう今なんかめっちゃやり、なんか荒ぶってんのあいつ、ちょっとおいおいおい、よし。でなんていうか、この不動産が買えるらしいんですよ、このフォルツァホライゾン4っていうのは。でなんかお城とか、なんかいろいろとエディンバラ城だっけ、なんかとにかくなんかお城とか買ったり、なんかガレージを、なんかそういうところを買って、物件を買ってなんかガレージが作れるみたいな、なんかそういった話をねお聞きしました。はい、でいろいろとね、本当フォルツァホライズンの有識者の方から本当にねいろいろと教えていただいてます。本当にね感謝のところでいっぱいです、ありがとうございます。ただやっぱり私自身フォルツァの、まあ、基礎っていうのがまだ出来上がっておりませんので、まだまだちょっと分かりにくいところとか分かってないところがあると思います。そういったねちょっとお見苦しい点もあるかと思いますが、またちょっといろいろと一生懸命ネットとか教えていただいたり、ネットとかで、まあ、しっかりと、まあ、勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、この綺麗な景色本当いいよね、これ本当飽きないね。はい、ではちょっとこいつも軽くオーバーテイク、あ、同じ車だったね今ね。はい、でもう残り4キロなんだけど、あ、そういえばマップ見て、マップ、これワールドマップでさ、今どう？これいけるのかな？あれまだいけない、まだここぐらいか、まださっきと一緒だね、まだ一緒ですね、体験版と同じとこまでですね、いけない、だからこの辺多分まだいけないわ。はい、なのでちょっととりあえず家まで戻るって書いてあったんで、あれが僕の家になるのかな、今後のどうなんだろうね。まあとにかく、走って戻ってみましょう。はい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 、OK、そしてここ行ったらスピードスキルあったから、ちょうどスピードスキルちょっとやってみよう。このまま行って、ちょ邪魔よ、あ、邪魔よ、ちょ邪魔邪魔、どいて、ああこういう風になっちゃうよね、お前なんか部品飛び散ったわ今、もうこういうことになるわ本当に。はい、ちょっとでもね速度ミスったら、あ、ミラーがない
あ、今危なかった。ドアミラーがない、ドアミラーが。これもうダメだ、こんなの。おお、お前も事故ってんじゃないか。これ事故りすぎだろ、みんなここら辺。ちょっとこれちょっと、おいおいおい、みんなスピードスキルするからここ事故るんだろうな。ここちょっとオービス置いた方がいいかもしれないよ。これしかし本当これ綺麗すぎるわ、グラフィック。やばいね。はい、今ね、道路交通法違反です。サイドミラーがない状態で運転してます。行動これ良くないですよ。はい、で、まもなくね、もうあと1分もしないうちに着くと思うんだけど、これで、家が一体どういう風になってるのか、まあ見たいと思いますね。はい、よし、 OK、 このまま行って、このまま行って。あ、こっちにはそういえば行ったことないかもしれないね。まだ体験版でもこっちには多分行ってなかったですね。これでどっち、左、ここか。あ、すごいすごい、家みたいになってる。目的地セール中ってなってる。これハウスを表示する。 You're not gonna believe this. The film producers bought this house to use as a set. But when filming wrapped, they just left it. I had a word and you know what?They said you could have the house for free as a thank you for your work on the movie. マジっすか、すごい、もう大太っ腹、めっちゃ太っ腹じゃねえか。やっぱ金持ちは違うな、監督。ありがとうございます。え、あー、ということで、ここが家になったのか、サクジュリアの。なんかちょっと古臭いからリフォームしたいんだけど、これ。え、これどうなんの?これ、購入価格ゼロってなってるけど、これは?え、選択って言ってもさ、選択できないんだけど、十字キーで動かないし、これ。あ、ゼロ円でゼロクレジットで購入しますか。それ買うに決まってんでしょう。Excellent. Well, since this one's on the movie company, here's the keys. おお、すげえ、こっからだ、こっから。The wardrobe is like a map of your career. So the more you get yourself out there, the more clothes you'll get in return. A big name needs a big style. やばい、めっちゃ可愛いじゃん、これ。めっちゃ気に入ったわ。最後これやって終わろうよ、これ。トップス。まあ、ルーキーじゃないからさ、なんかちょっとこれ、I love Japan みたいなない ?I love Japan みたいな。ダッセ、これ、ダッセ。めっちゃダセ。ちょっとこれ、あ、これでもピンクポロとか かわいいんじゃないこれ。あ、すごいすごい。ピンクシャツとかさ、これ女性だから一応。ピンクシャツ。え、すごいかわいいじゃん、これ。足とか。これ何この上のキャラクタートップス、ジャケット、足みたいな。あ、今踊ってるかわいい。ジャケットとかもあるね、これ。ジャケット、あ、すげえかっこいいこれ。でもちょっと全然鍵が開いて全然鍵開いてないな、全然ダメだな。で、足、あ、これ今一応変えれるのか、一応ね。あ、今一応こんな感じで変えれる。これお金で買うんじゃないんだね、これね。コーディロイとかもあるな。これスカートはないの、これスカートだ。ランニングショーツってお前これはあかんだろ、これ。こんなのでお前なんかねえ、レッドカーペットとかいた。あ、あるある、かわいい、スカートあるある、これ。めっちゃ短いじゃん。めっちゃ短いけど、これ。なんかかわいい服装にしてあげたい。どうせなら、サクジュリアよ。あ、すごい。これいいね。なんかショーに出れそうだね、この辺ね。あ、すっげえ、めっちゃ面白いじゃん、これ。これ結構、お前、クソダセえな、これ。なんか、面白いな。いや、でもこれ面白いね。足とか何これ。あ、靴もあるわ。ヒールとかあるんじゃないこれ、本当に。ヒール。あ、すげえ、これ、本当にこれ奥が深いな。これなんかホストクラブみたいなね、これ、ホスト。あ、あ、なんか可愛い靴いっぱいあるじゃん。これ、もう俺、お姫様にしてあげるわ、サクジュリア。可愛いわ、これ。ただ、やっぱり、ヒールみたいなのはやっぱないね。やっぱ現実的にヒールで運転されたら困るから、やっぱりそういうのはやらないようにしてるのかな。ハット。ハットはない方が可愛いかもしんない、これ。キャップとか、でもこれシルクハットとかありそうな感じしない？なんか。あるんじゃない？シルクハット。受け狙いでやっぱりそういうのあるでしょう。カウボーイとかどう？これ似合ってないな。これ、ゴールデンカウボーイ。いや、なんかこれ面白いな、これ。ブルーバイカー。なんか、これちょっと面白いかもしれない。あ、王冠よ。これかわいい。あ、トップハット。これ、俺これ買おう。いつか絶対買おう。目とかサングラス。あ、こんなのもあるのか。かわいい、サクジュリアを可愛くしたいな、もっとな。これな、これあかんだろ、これ。これちょっとこれ芸能人格付けチェックじゃん、これ。これやっちゃったらダメだわ。鼻とかもさ、こんなのこれ。もう完全受け狙いやん、これ。金のヒゲとかさ、これ。手首とか、これ時計、あ、すっげえ、これすげえなんかロレックスとかあったらいいのにな、これな。かっこいいな。手もグローブつけれると。あ、これもかっこいいね。服。チキンス。こんなの、これ絶対やるやついるだろうな、でも。
俺これあのボンドカーパックやるときこのボンドシリーズとかでやりたい。これかっこいいじゃんこれ。ディスコチキンかっこいいね。なんかこんなもんね、感情表現タイプ中。You can bust a move to show off before a race, and bust an even bigger move for when you win. Trust me, it'll be great. すげえ、なんかいろいろある。ちょっと、あ、投げキスして、投げキスして、あー、されたい、されたい。いいね、これ、投げキス。あ、これあれだな、ファンに向かってやってんだろうね、これ。はい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 。うわ、かっこいいな、これ、レッドカーペットでこういうのやったらかっこいいだろうな。でも服装が全然これ、ダメだな。いや、でもこんなのいいね、なんか。これ面白いね、これ。本当に。なんか、お、これちょっとプッシュアップやって。お、すげえ筋トレしてる。てでーてー、てでーてーみたいな感じだよね、これね。はい。まあ、そんな感じで。こんなことをやってたらね、お、すごいすごいすごい。すごい。マイケル・ジャクソン。来たよ。まあ、こんなことやってたら、ほんと動画が1時間経っちゃうから、そろそろやめとくね。ほんとごめんね。こんな風に遊んじゃって。ごめんね。はい。では、こんな感じで、ドローンモードで、いろいろ遊べるのかな？これ。これでマイカーとかコレクション、今どれぐらいになった？あ、一応この2台はもうゲットしたってことね。はいはい。まあ、マクラーレンセナはやっぱりダメだよね。うん。サクジュリア可愛いから特別にってやっぱダメだね。はい。クラクション。クラクションも、これ、音楽クラクションで、あ、やっぱ全部ロックがかかってんのが、Windows XP のやつどうなった？ Windows XP。こっちか。Windows XP は XP。Windows XP。ダメ？シャットダウン。ダメだね。でもこれ押し続けてクラクション視聴しましょう。一回これ。懐かしいな。懐かしいな。俺でもXP さりげに1個ノートパソコンで持ってるから、懐かしいことはないんだけどね。はい。皆さんにとっては懐かしいかもしれない。僕ね、最高スペックの PC と最低スペックの PC 両方持ってるから、何の自慢にもならないけど。はい。ということで、こんな感じでやっていきたいと思います。で、実際に家がどんな感じかっていうのを見てみましょう。はい。実績解除ということで、まあこんな感じで参加資格を獲得しました。いいですね。オータムになっちゃった。Wow, look who made it to the autumn season. You are this close to qualifying for the next round of the Dirt Racing Series. You should come back to Tarnhouse. It's completely different in autumn.はい。ということで、あと今度24,900影響ポイントを獲得すればということになってます。まあ、次回以降、また今度この新ね、ダートレーシングの新の方に行きたいと思いますんでね、よろしくお願いします。柵の部屋のホームっていうのに、これ鍵マークがかかってんだけど、これはなんで行けないんでしょうね、これ。鍵マーク。Hey, Julia. We've added some more stations to your radio. If you're into drum and bass, then tune into Hospital Records. And if you're into something much calmer,Timeless FM is back with a healthy dose of classical. クラシックが聴けるんだね。はい。でもまあそんな感じで、ここがまあハウスになってますよということで、まあここにね、ガレージ、こうやって車を止めておきたいなと思いますんでね。せっかくだったら、じゃあここでガレージでしっかりとね、写真でも撮って終わりましょうか。はい。ではね、こんな感じでまた次回以降も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、そうだ。ドローンモードで最後見てみましょう。ドローンモードでしっかりとこの実家というかここを見てみましょう。ドローンモードでね、ここを見てみましょう。はい、車降りました。はい、ただいまーってね。ユリキラ said she was sending it over. You have? Yes, a drone. It's a perfect way to explore and map the festival. After you're done, can I have a play with it, please?はい、ちょっと見えませんね。ちょっと一応女の子の家ですからね、ここ。あんまり覗いちゃダメよ。はい、でもこんな感じよ。あ、でも立派な家。すごいテレビが、いいテレビが置いてあったね、今ね。はい、これ、僕の、私の家よ。はい、ここ、キッチンかな。あ、でもやっぱりね、見た感じ、同じような感じですね。中っていうのはね。はい、ここがサクジュリアの、ほら、さっきと一緒のリビングになってるでしょ、テレビが置いてね。この辺りもうちょっと凝ってほしかったな。いろんな家があったらよかったのにな。これもさっきと同じ。うん。まあ仕方ないね。そこまで凝ると多分とんでもないことになるからね。はい。で、こういったところもあると。はい。まあこんな感じで、また次回もね、いろいろとやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。